ティー IAS スタジアム日本平、横浜 F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛してそして市民生活サポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛さん日本平、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセスターの紹介です。まずは横浜マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛してそして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛さん日本平、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセスターの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパF マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛してそして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛さん日本平、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセスターの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパー
F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦、エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで、まあ、しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦、エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで、まあ、しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパF マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦、エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで、まあ、しばらくお待ちください。デザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパーあまり強い前に行こうと探してくれ
横浜 F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、スタッフ、ご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。どうぞ今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第15節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜F マリノス、本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパF マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、スタッフ、ご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。どうぞ今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第15節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜F マリノス、本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパー F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、スタッフ、ご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。どうぞ今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第15節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜F マリノス、本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパーあまり強いマリノス
German Voice and Girls. Welcome to the IAS Stadium, 日本平。横浜 F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛さん日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第15節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセストの紹介です。まずは横浜F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知さん日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第15節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセストの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパF マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知さん日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第15節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセストの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。
横浜 F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知さん日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リーグ第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセスターの紹介です。まずは横浜マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知さん日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リーグ第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセスターの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパF マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知さんにご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知さん日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リーグ第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセスターの紹介です。まずは横浜へ参ります。本日のメンバーを紹介します。背番号1ゴールキーパー
横浜 F マリノス選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さん、ようこそ愛知へ。そして清水エスパルスサポーターの皆さん、さあご来場すべての皆様、本日は雨の中愛知にご来場いただき誠にありがとうございます。今日もエスパルスのために熱い応援をよろしくお願いいたします。愛知日本代表、本日のプログラムは2019明治安田生命 J1 リング第19節清水港開港120周年記念シリーズ第2戦、エスパルス鹿児島で清水エスパルス VS 横浜 F マリノス、キックオフは午後6時3分となっております。どうぞ試合開始まで今しばらくお待ちください。それではここでデザインオフィス創造者提供、本日の両チームメンバー審判マッチコミッションの審判アセッサーの紹介です。まずは横浜横浜 F マリノス